完全に文字が消える感じですけども、アンチグレアタイプの方は当たってもまず読める。はい、 iPhone SE2 を斜めにすると、おー、 SE2 は見えたままですが、12は完全に見えなくなってます。皆さんこんにちは、水おじさんです。私が一番おすすめする iPhone 12シリーズの iPhone 12 mini、 こちらガラスフィルムの方ね、私今まで全然貼ってこなかったんですけども、今回ね12シリーズからいろいろ貼ってみて、ちょっとねいろんな種類があって面白いなと思ってます。で、私のように貼ったことない人、未だに貼らない人っていうのいると思うんですけども、いろんなものがあるので結構試すと面白そうです。そして今日紹介するのはこちら、こちら iPhone 12 mini 用のガラスフィルム、アンチグレアタイプと iPhone 12 mini 用、同じくガラスフィルムなんですけども、こちらは覗き見防止用フィルムです。こちら両方ね、クリアルックさんからご提供いただきました、ありがとうございます。で、今回2種類いただきまして、こちらはアンチグレアタイプ、アンチグレアタイプというのは光の反射ですね、光の反射に強くなるので外でも見やすくなるガラスフィルム、これね結構便利ですよね。アンチグレアタイプ、まあ聞いたことはあったんですけど使ったことはなかったので、こちらちょっとつけてみたいと思います。そして光の入り具合などをちょっとライトをね当ててみて試してみたいと思います。そしてこちら、こちらは覗き見防止タイプです。なので電車なんかでね、別に見てないんでしょうけど、横からこうねチラッとされるとなんとなく気になったりする人にはこちらいいのではないかと思います。なのでこっちもね貼ってみて、ちょっとねこう角度を変えてみて、どんな具合まで見えて、どこから見えなくなるのか、ちょっと見ていきたいと思います。今回2つともどのように機能するのか試していきますので、ぜひ最後までご覧ください。またこのチャンネルでは iPhone 12 mini 10日間使用レビューだとか、 iPhone 12買ったら設定すべき7000などをご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録をして、今後の動画でもお会いいたしましょう。はい、それでは2つありますが、まずはアンチグレアタイプの方から貼っていって試してみましょう。こちら iPhone 12 mini 用になります。それとですね、先ほど言うの忘れたんですが、アンチグレアプラスブルーライトカット、ブルーライトカット 90% 以上のブルーライトカットの機能も入っているそうです。これはなかなか素晴らしいですよね。あとですね、2020年12月1日までになるんですけども、 20% オフのクーポンが Amazon でついてます。さらに私のところの動画に記載してあるクーポンコードを入れれば、なんとさらに 20% 引き、合計で 40% 引きになるので、ぜひ最後まで見て、気になったら購入してみてください。ガラスフィルムの方も覗き見防止の方も両方 40% オフまでいけます。ただ2020年12月1日までですので、お急ぎください。はい、それでは早速開けていきましょう。クリアルックさんで、パッケージの方は特にまあここに一応商品説明が書いてありますけども、裏の方にはね一応 QR コードが載っていて、ここに貼り付け方の動画が載ってました。先ほどちょっと見てみました。なので難しいなと思った方は、この貼り付け動画を見ることもお勧めいたします。ただね、ガイド枠もついているので簡単にできるそうです。それでは早速開けていきましょう。はい、それでは開けていきます。よいしょ、一緒。まず同梱物から確認していきましょう。ほい、あ、反対側でした。ほいほい、こちらですね。こちら箱はもうないです。あ、もうちょっと入ってます、ね、箱の方に結構入ってました。はいはい、同梱物はこんな感じでした。こちら説明書ですね。まあ簡単な方法、ステップ4つですね。拭いて、ガイド枠つけて、押し付けて、最後気泡があれば拭く、といったやり方、簡単な4ステップになっております。その他同梱物の方は、なお、これは何でしょうね何でしょうね、これはこれはよくわかんないですけど、運です。あとはお客様へ、あとはメッセージですかね。お得なキャンペーン実施中というメッセージが入っているのと、なんかスタンドみたいなのも出しているんですね、クリアルックさん。こちらが各本体とか、あとツールですかね。じゃあちょっとこちらも開けてしまいますね。これはおそらくあのホコリを取るシールですね。で、これがワイプ1と2、ウェットとドライと分かれてますね。まずこっちで拭いて、ドライで拭き取る感じですかね。ちょっと説明書の方も見てみますね。順番的にはこのウェットで拭いて、ドライでもう一回拭いてから、それをこちらで拭き取ります。で、拭き取った後にこちらのシールの方でペタペタ取って、ガイド枠をつけて、このガイド枠がやっぱりいいですよね。ガイド枠をつけて、このガラス保護フィルムを貼ると、これね結構黒い感じのね、かっこいい感じになってます。で、ノッチの部分はですね、ノッチの部分を開いてないタイプですね。これ上まで、ちょっと形はね、こうクッとはなってるんですけど、上まできちんとガラスがあって、センサーの部分だけ穴が開いているタイプですね。なので、完全に全面を保護するタイプ。そしてさらにアンチグレアといったガラスフィルムになっております。これちょっと楽しみですね。では早速つけていきましょう。はい、
それでは早速つけていきます。まずは準備から始めますよ。まず一番の方から使用していきます。こちらでね、きちんと拭いてきれいにしていきましょう。よいしょよいしょよいしょ、キュッキュッと拭いていきましょう。おっと、ちょっとロック画面にしましょう。ロックにして拭いていきます。ぐいぐい拭いて。12ミニの方はね、ガラスフィルムとか何も貼ってなかったので、この間ね、プロマックスはね、ちょっと違うの貼ってみたんですけどね。よいしょ。続いて2番の方でこれギュッと切って、よいしょ。はい、今度はドライですね。こっちの乾いてるやつの方で拭いていきます。はい、ちょっと二度見さん失礼します。拭いていきます。よいしょよいしょよいしょ。これでかなりもう拭き取られた感じはしますが、さらにこちらの方で拭いていきます。よいしょ、シャッシャッシャッと。ここでね、ホコリが入んないようにしないとね。よいしょよいしょ。はい、これでだいぶ綺麗になったと思います。続いてシールですね。続いてシールの方でホコリの方を取っていきます。大きいシールなんで取りやすいですね。取って取って、はい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 、取って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 、これでかなり取れたかと思います。全体を、はい、こちらで全体が取れました。なのでガイド枠の方をつけていきます。よいしょよいしょ。ガイド枠ね、結構カチッとカチッとはまるタイプですね。これガイド枠カチッとはまるのがいいですね。そしてホコリの入らない間にガラスフィルムの方をつけて、これなんか結構かっこいいですね。ちょっと保護編になってるのはすいません。ホコリが飛ばないようになんとなく気を使ってます。ちょっとこれを貼る前にもう一度だけちょっとシールで取ります。ちょっと万全を期して、ではこちらの方乗せていきます。ピッと離して、よいしょ、乗せます。よいしょ、はい、乗せました。さて、そうしたら少し押すと書いてあったので、ちょっとだけグッと押してみましょう。グッ、あ、自動で始まりました。自動で貼られ始めましたよ。おお、すげえ。グッと、おお、すごい吸着力。グッといったね。グッといって、おお、すげえ。あと端っこだけになりましたね。なので、ここはちょっとね、一回ガイド枠を取ってつけてみましょうか。ちょっとだけ取って。で、おー、取ったら自然に終わりました。すごい、相変わらず、あ、ちょっと真ん中にね、気泡が少しだけ残ってしまったので、これちょっと押し出しましょうか。はい、真ん中にあった気泡もぐいぐいちょっと押し出して、このように綺麗に貼られました。これはすごいな。これかなり綺麗ですね。さっき見ていただいたように自然にパーッと自動で貼られていって、割にはもうほとんどね、ちょっとね、真ん中にさっき残りましたけど、押し出してとすぐに完了いたしました。これすごいですね。これかなり綺麗です。で、手触りがね、結構驚きです。かなりいい感じです。触りやすいですね。ツルツルで、うん、なんかね、問題がない感じです。そしてね、端っこの方もね、これ丸くなってるんですね。ガラスフィルムの端は丸いので手が全然引っかからないです。これも手が痛くないのですごくいいですね。これすごいな。そして他のタイプとは違って、ここ一番上のところ、これ画面で見てわかるかわかんないんですけど、このノッチの部分まで全部ガラスフィルムで抑えられてます。もちろんこのね、センサーの真ん中の部分は開いてますけども、それ以外もちゃんと守られているので、上まで守られて上だけ傷つくこともないですし、ちょっとね、上描いてるタイプだとちょっとホコリがね、たまるなって気になったんですけど、それもないので、このタイプはいいかもしれません。はい、まず貼った感触としてはかなりいい感じです。あと画面起動した時ですね。これ起動した時ですけど、少しアンチグレアということで曇りがかってはいますが、全然見やすいです。ちゃんと見えるし、この触り心地が先ほどから言ってますが、かなりいいですね。はい、それではアンチグレアがどんなものなのか、ちょっと確認していきましょう。こっちがアンチグレアフィルム、今貼ったフィルムの方ですね。フィルム iPhone 12 mini の方に貼っています。そして何も貼ってない方、こちら iPhone SE 2ですね。 iPhone SE 2の方で、ちょっと同じ画面を見た時に光を当てたらどうなるかと。今ね、上の方の照明をね、角度変えると当たるんですけども、まずは iPhone SE 2の方のちょっと顔の方にピタッと当ててしまうと、もうほとんど何も見えない状態、真っ白な状態になってしまうんですけども、こっちアンチグレア貼ってある方は見えるのが分かりますかね。顔の方こっちは見えますが、こっちは完全に真っ白で飛んでしまいます。こんな感じに見え方が変わってくるので、ある程度の光当たってもおそらくこれは見えると。ちょっと今はね、上の照明はかなり光が強いんですけど、それでもこっちは見えると、こっちは見えなくなるいった感じで、これはウェブページなんかで見てみると、はい、ウェブだとこんな感じで、上にこれもうね、 iPhone SE 2の方はもう上に光があるんだなっていうのが分かる感じで、もう完全に文字が消える感じです。
ですけども、こっちアンチグレアタイプの方は当たってもまず読める。なので日の下でちょっと読んでてもこの見えなくなるっていうことがなさそうなので、これはね結構いいなと。私こういう効果があるものは本当初めてなんで、これすごいなとちょっと思いましたといった感じの違いが出ます。はい、いいんじゃないでしょうか、アンチグレアフィルム。そしてこれね、ブルーライトカットも 90% 以上カットしてくれるとのことなので、かなりいいと思います。はい、続いてはこちらですね、覗き見防止フィルムの方です。もう瞳孔物とかケースはほとんど変わんないと思いますので、ちょっと早速開けていきたいと思います。はい、覗き見防止ってどういう風な仕組みになってるんでしょうね。こう横から見てもこう暗くなって見えないとか、そんな感じなんですかね。これでまたこの運が上がるんですかね。運の方がまた入ってました。はい、あとは乗せるだけと。はい、乗せました。ちょっとだけ押します。貼られていってますかね。じゃあちょっと今下半分がちょっと貼られていないんですが、ちょっとガイド枠を外して、おそらく外すとスーッと吸着される。わー、やっぱりすごいですねこの吸着。ぐーっと今下に行ってるの分かりますかね。ぐーっと行って、ぐーっと、おーすごい、やっぱり、あーこれすごい。はい、貼られました。うん、あ、ちょっとだけ気泡残ったんで気泡の方消していきます。はい、気泡の方が抜けました。きっちり綺麗に貼られてます。これやっぱり何回見てもすごいですね。今綺麗です。で、かなり綺麗なので、こっちはね、覗き見防止なのでね、どんな風になるのかちょっと見てみましょう。はい、まずはこんな感じ。正面から見た感じ、もう全然ね張ってる感じはしません。わからないですね。で、手の滑りもすごくいいです。これ、うん、すごいですね。相変わらずこのガラスフィルム貼っても全然わからない。触ってる感じはものすごくツルツルしててやりやすいです。じゃあこれね、角度変えるとどうなるのかというところで、ちょっとこのカメラで伝わるのかどうかわかんないんですけど、ちょっと斜めにしてみますね。せーの、よし、おーすごい、あ、すごい真っ暗になりますね。じゃあこれちょっと、これ戻してみましょう。おー、すごい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 、あははは、これは面白い。こっち側は、あ、すごい暗くなります。でね、これね、私今斜めこっちから見てるんですけど、こっちからに関しては全然見えます。で、こうすると、あ、今ねカメラの方には映ってるんですけど、カメラの方ここは映ってるんですけど、私斜めから見てるんですけど何にも見えないです。真っ黒。これはすごいな。では iPhone SE 2と比べてみましょう。はい、 iPhone SE 2を斜めにすると、おー、 SE 2は見えたままですが、12は完全に見えなくなってます。これは面白いですね。で、こっち側また反対12は見えなくなるけど、 SE2 は見えていると。これは確かに覗き見防止になりますね。あ、これはすごいな。触りもいいので、これとてもいいと思います。こんな感じになるんですね。素晴らしいですね。これ、あ、うん、上下でもこんな感じですかね。まああんまり上から覗かれたり下から覗かれたりないですけども、あ、横からですね、横からです。上から下からは特に消えることはないですかね。横からの覗き見防止、ほらほら真っ暗な、すごい。覗き見防止フィルムというのはこんな感じでかなり便利なようです。はい、ちょっと最後ね、試すの忘れましたけど、これケースの方をつけた場合にどのくらい干渉せずに済むかというところで、これはね、覗き見防止もアンチグレアも同じサイズなので、どちらかで確認できれば大丈夫です。そして今こちら ESR のクリアケースなんですけども、今つけてみましたけども、ガラスフィルムとは干渉せずに少し内側で止まっているので、これはあえてケース用にケースつけられますよというところで、少し内側にガラスフィルムが留まってますので、ケースもちゃんとつけられます。なので問題ありません。これはちょっと面白いです。覗き見防止はちょっと感動しちゃいましたね。これ正面だと見えて、これこうですもんね。こんなに消えるんですね。これは面白い。本当に面白い。これガラスフィルムっていうのは本当ね、いろんな機能があるので、今回ご紹介したのはアンチグレアと覗き見防止です。アンチグレアのね、光の反射具合も本当に反射しづらくなるので、かなりいいものだと思いました。なのでこのクリアルックさんのアンチグレアフィルムと覗き見防止フィルム、かなりいいと思います。そして最初の方にも言いましたけども、こちら Amazon で今購入できて、12月1日までなら、20% オフなんですけど、さらに私のところでの概要欄に書いてあるクーポンコードを使うと、加えて 20% オフ、合計 40% オフでこちらの方購入できますので、ぜひ気になった方はご購入してみてください。今回は iPhone 12 mini なんですけども、 iPhone 12 mini、 iPhone 12 pro、 無印と pro max すべてありますので、6種のリンクすべて下の概要欄の方にリンクの方貼っておきますので、クーポンコードはすべてそこで使えます。もし期間が終わってしまっても、クーポンコード
ードの方の 20% オフの方はしばらく使えますので、動画を見て検討後に購入してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。今後も iPhone 12関連の商品レビュー、 Apple の最新情報などを配信していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録の方をして、今後の動画でもお会いいたしましょう。それではさようなら。